静かだね。静かで綺麗だね。うん、やっぱり何回来てもね、興奮すんのやっぱ。あそこなんか来たって感じがすんのよね。俺はね、なんか来た、あの時と同じ感動がうわーみたいな。そうだな、好きなのよ。いいね。でもなんか、いやでも活気はあるよね、人々のなんかね、いる人たちの、うん、前のほらコロナ期間中だったから。そうだね、みんなあんまマスクもしてないしね。そうそうそう、なんかいいね。いつもこのバーガーキングがいつも私は気になりますよ。でもやっぱ外国人が多いですね、うん、やっぱさっきの地下のところは韓国人、韓国人多かったね。さあティモニーカードが、ティモニーカードでまた久々くでるそのままそのまますごないやっぱこの感じ。本当に美術館みたいな、現代アートみたいな、おしゃれなこと言い始めてね。いいね、現代アート。ちょっと寒くなったね。うん、ちょっと寒くない？それでもアイスアメリカの飲んでますよ。マジで？あ、本当だ。来たね。っていうかお腹痛くなったりしないのかな、そのね、寒いのにアイスアメリカのって。だから体験してみたら。どうする、俺お腹下したみたいになったら恥ずかしくないよ。一応薬持ってきたからな。電車に乗りました。お尻がびっくりしてます。久々すぎて。いいね。硬いね。硬さに慣れてください。ちょっとびっくりしてます。お尻が。あれなんですか。あれはさ、階段だから、うん、荷物をこっちに置いて運ぶ。なるほどね。うん、これすごない。日本ないやこれ。ある、見たことない。ないよね。で俺最初これなんか車椅子かなんかかなと思って、このあれと止まってたから。で乗るときにこの開くのかなと思ったら、荷物、荷物。大変、荷物だと。まあ確かにありがたいかもね。これはいいね。しかもこれこうのこうで全部持ってってくれるじゃん。うんうん、だって俺らこれしか荷物ないから。今まで使ったことないじゃんこれ。でもこれ。確かに乗せて、うん、下ろすのも大変だ。大変だから、ほら乗せてすぐ行かないと、ほらいっぱいやったらさ、うわってきちゃうじゃん。そうだね。面白いねこれ。でもね、いやいや、いいものだけどね、ありがたい。いいけど、ここの雪ね、イーロンさん。今ここベルト。日本ないよ、日本ないよ、ベルトなんスカーポン。やっぱあれなんだ、必需品なんだ、韓国人の重荷とか。ほんまは、うん、なんでこれがね、駅で必要なのかって言うんだよ。だから、あーってなんじゃない、ないみたいな、ちょっと首元寒いみたいな。そうなるよ。でこれちょっと不思議よね。うん、いくらこれ、ちなみに600円。600円、あ、300円。3兆本。うん、あとね、床がなんかめっちゃ汚れてるのよ。なんでだろう。掃除はしてると思います。掃除してる。雨降ってるのかな。雪だってなんか寒かったよね。多分汚れた靴で乗ったんじゃない。でもなんか電車でこんなんだとあんま見たことないね、ここまで汚れるの。そうだね、なんかやっぱり韓国だとこのラインによって雰囲気が違うっていう、うん、日本もあるじゃん。違う、うん、私が考えても上野に近いんじゃないかなと思います。確かに、うん、オルシンが多い、うん、オルシン、オルシンってる、うん、オルシンの特徴とかある。特徴のパーマ。オルシンのパーマ。それ日本と違う。コパーマ。みんなパーマ絶対。パーマじゃないみんな。でも最近あんまり、まあ、いなくなったと思うけどね。そこまで。ザーじゃないこの主に。そこまでだからぐるぐるする方は減ってると思うけど。
若い雰囲気じゃない。あ、ここは、うん、そうだね。幅広いですよ、でも。あ、確かに、確かに広いね、確かに。こういう風に気づかなかった。さあ、乗るからかな。朝とか何多いの？これ何？うん、朝混むよ。僕最後によく乗ってたの、いつぐらい？学生。うん、そうだね。僕大体バーは。あ、でも年配の方だし。やっぱり。あの、日本っていないんだっけ？いや、だから昔はいたけど、そういうパーマ当てる人たちは。あ、そう。日本も。ただ、韓国ドラマでよく見てる。うん。ね。そのオルシャン。パーマが多いから。本当にその印象があった。もうアイスアメリカーノとオルシャンパー絶対。韓国って買い物袋黒いの？いや、どうなんだろうな。コンビニ黒いのもあるし。ある、うん、何を買ったかめっちゃ気になるよね。中に何が入ってるのか。そう、そういう買い物場があるの、今のさっきのこのチョンロサムガって、なんていうの、どこからあれなんだろう。そう、市場とか結構あるからね。それだじゃん。そう行ってみたいな。そういう人いっぱいいるじゃん。そう、多分行けると思う。ちょっと見てみよう。まずちょっと食べよう。そうだ、力ないから。もう問題か、答えが分かった。なんであの売店にスカーフが売ってたか。なんで？やっぱこのイルローソンに乗ってるオルシンが、1号線に乗ってるオルシンがおしゃれなオルシンが多いから、ちょっと首元いるやん。だっておしゃれ、まあ、オルシンが多いからね、とにかく。でちょっと首元寒い、分かるもん。なんかでも、あの地下鉄1号線っていうミュージカルあるよ。これネタにしてるってこと？こういうの、なんか物語作るってこと？この線の内容がね、ちょっとあんま覚えてないんだけど、そういうミュージカルがあるのは有名なの。有名、ね、キャラクターが濃いよね、やっぱね。その濃い、うん、元気だし、うん、ちょっとここエスカレーターにすればいいのにね。そうだね、オルシン多いから。みんな大変そうだよ。だって、うん、エレベーターとかあるんじゃない？ないよ。ああ、あるけど、エスカレーターがないんだね。ああ、あるもん。こっち行こう。パッケーパッケーパッケー。こんな寒くないじゃん。あれ、ね、あ、ちょん、うん、ちょんちょん。え、暖かい。え、なんで、ね、え、全然。どうした、ハイキングってあんな感じなんだ。何、文字文字ハングルって書くとボゴキンなんだ。ボゴキン、ボゴキンなんだ。俺日本語だとバーガーキング。いや、俺最初なんでバーガーキングの下に違うお店入ってんだろうと思って、ちゃんと読んだらバーガーキングって書いて。面白いですね、なんか。確かに日本は英語だよね。英語表記バーガーキング、うんうん、ボゴキンって書いてある。ボゴキン。いや、冷静に見たら、あ、バーガーキングって書いてあるんだ、ハングルでと思って。すいません、一つ一つなんか。ボゴキン。ボゴキン。うん、発音ね。ボゴキン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 。うん。キン。ボゴキンがじゃ。かじゃかじゃ、あんがよ、あんがよ。いや、いいね。てか、ナルシが좋아요、좋아요、うん、따뜻하네、진짜요、え、네、왜요、몰라요。おん、ねえ、マフラーもいらないぐらいだよね。うん、これか、あ、これはアイスコーヒー飲めるよ。確かにな。いいね、今日天気気持ちいい、うん。これ読み方ハントでいいの？ハンソ、あれ、ソ、ハンソ、ソ、うん、お、美味しいよ。え、安くない？カツカツ、カチュカチュカチュ、トンカツ、トリアンニムセット、え？
さねえよ。なんか私昔、うん、演劇とかしてた時に、うん、これでよく食べてましたね。あ、やっぱそうなの。お弁当、そう。これ安いね。だって日本円で言うと400円ってことですよ、これだって。そうそうそう、560円。え、ご飯大盛りとかはどうなのこれ。わかんないけど、行こう。え、ちょっとお腹空いてくるの。じゃあなんかいい匂いしたから。